か原子力規制委員会の人事案も最初に集中して講義を行っておりますので、この辺の方、ここ物資作りましたので向こうの方移動してください。反原発、脱原発というテーマと関係のない特定の政治的テーマに関する方への応援を聞くことは止めてください。現場が混雑しているため、ビラ配布や署名集め等は講義終了後の20時以降にお願いいたします。この首相官邸及び永田町核二学実態講義は、あくまで非暴力、直接行動として呼びかけられたものです。その趣旨を十分にご理解いただき、ご参加いただきますようよろしくお願いいたします。その他、基本的に主催者、首都圏反原発連合有志の、指示に従っていただきますよう、あらかじめご了承、ご協力をお願いいたします。そしてスピーチに関しましては、以下のご協力をお願いいたします。お一人当たり1分以内でお願いいたします。ちょっと最近、長めの方が多いですので、より多くの方のスピーチをお願いしたいので、1分以内にコンパクトに、まとめて講義をお願いいたします。反原発、脱原発のテーマに関係のないスピーチはご遠慮ください。特定の団体のアピールにつながるスピーチはご遠慮ください。どのような団体に属されていても構いませんが、あくまで個人としてのアピールをお願いいたします。そしてスピーチの間は、団体主催の、抗議行動やデモなどの宣伝はご遠慮ください。20時以降にお願いいたします。主催者側、首都圏反原発連合有志の意向に沿わない内容であると判断した場合、中断をお願いすることもあります。あらかじめご了承ください。18時回りましたので、大井原発並び日本全国の原発の再稼働に反対し、原子力規制委員会人事案に反対するための、召喚及び永田町霞ヶ関一体講義、開始させていただきます。よし、やろう、始めるぞ、頑張ろう。人事案、結成ではないはずなのに田中俊一氏が福島八重洲に行ったりして、もうすでに長期取りだったり、島根原発、3号機完成などと、行ったり、全く原発を諦めたりやめる総理は見られませんし、2030年代に原発をゼロになると、ふざけたことを言ってますので、ガンガン抗議しておりましょう。原発やめろ、原発やめろ、原
かはやめろ、受けたも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 やめろ、中村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 